ちお気に召しませんでしたか？当たり前でしょ。こんな味付けの料理ありえない。どんだけセンスがないの。りょうたちゃんがかわいそうよ。こんなもの食べさせられてたんだから。ごめんなさい。謝ればいいってもんじゃないの。謝る暇があったら食べられるものを作りなさい。はい、わかりました。さっき見たけど洗濯物だってシワだらけ。あんな干し方してるからよ。やり直しだからね。ごめんなさい。私は琴音。ご覧のようにお母さんからいびられてる。お母さんは私のことが気に食わないようだ。亮太の嫁に私がふさわしくないと思ってるみたいで、いろんなところでイチャモンをつけてくる。正直かなりストレスが溜まっているんだけど、私はこのことを亮太には言えてない。その理由は。本当にごめんな琴音。なんでこんな風になっちゃったのかな。結婚してすぐに末期がんが見つかるなんて。本当にごめん。亮太、謝らないで。私は亮太と結婚できて幸せだよ。そんな風に言ってくれてありがとう琴音。3人で亮太の実家で暮らせる日が来るのを楽しみにしてるから。そうだな。そう、亮太は結婚してすぐに体調を崩し、病院で検査したところがんが見つかった。そしてもう手遅れだと病院の先生から告げられた。お母さんは私と結婚したから亮太がこんなことになった、そう思ってるのかもしれないな。だからあんなに辛く当たるのかも。そうだ琴音、母さんとは仲良くやれてる？あ、うん。そうか、よかった。母さん誤解されやすいけど優しい人だからさ、きっと琴音とはもっと仲良くなれると思うよ。うん、優しい人か。それは亮太にとってだろう。私にとっては悪魔のような人だよ。ただ余命いくばくかの亮太にこんなことは言えない。亮太には幸せな思い出だけを持って天国に行ってほしいから。その数日後、私は料理教室に通うことにした。お母さんにこれ以上小言を言われるのは耐えられないから、料理だけでもできるようになろうと思ったんだ。私は事情を話して、まずは先生に私の作った料理を食べてもらうことにした。先生どうですか？普通にうめえけどな。でもお母さんには全然ダメだって言われるんです。そうなのか。あやねえひまり、ちょっとこの料理食べてくれよ。うん、おいしいね。うんうん、おいしいと思うよ。本当に義母に美味しくないって言われんのか？はい、お母さんは昔料亭をやってたようで、味付けとかにも厳しいんだと思います。おいおい、嫁にプロレベルを求めるって相当だな。うわー、そんなお母さん嫌だ。こら、ひまり。ごめん、つい。旦那もそんな状態じゃそりゃ相談できないよな。わかった、プロレベルの料理を作れるようにしごいてやるよ。ありがとうございます。よろしくお願いします。正宗くんは三つ星レストランでコックさんをやってたほどの人だから。大船に乗ったつもりでいて。はい、よかった。これで料理の方はなんとかなるかな。そして1週間後。いただくわ。どうですか？ああ、少しは食べられるようになったわね。あ、本当ですか？何喜んでんのよ、まだまだよ。こんなの小学生レベル。やっとスタートラインに立てたって感じよ。まだ亮太ちゃんに食べさせられるレベルじゃないから。はい。これはね、煮込む時間が足りないのよ。だからこんな野暮ったい味になるの。少しも手を抜くんじゃないわよ。ごめんなさい。そういえば正宗先生から言われたより少し早く火から下ろしちゃったかも。そんなことにも気づくなんて、さすが料亭をやっていただけある。というか掃除の方が全然ダメじゃない。こんなところに汚れがある。すみません、その汚れなかなか落ちなくて。こういう汚れにはね、この掃除用の洗剤を使うのよ。ただ掃除するんじゃなくて頭も使いなさい、頭も。はい。料理だけじゃなく
全部完璧にやれるようになりなさい。わかった？わかりました。すみませんでした。少しも気を抜けないな。料理教室に通っているおかげで料理に関して怒られることは徐々に少なくなってきたけど。はあ。どうしたんだ琴音のやつ。また嫁いびりで悩んでるみたい。料理のことは言われなくなったけど、洗濯とか掃除のことではまだきつく言われんだって。そうか、教えられたらいいが、俺はそっちは得意じゃねえしな。てめえら教えてやれよ。ああ、それいいかも。私掃除なら得意だし。ああ、私は洗濯得意。自分で洗剤作るくらいだし。高校時代の実験が役に立ってんのね。あの犠牲は無駄じゃなかったのか。ちょっとどういう意味？どんな汚れも落ちる新しい洗剤を作るとか言って、畠山先生の黒のジャケット真っピンクにしてたじゃん。あやねくん、実験に犠牲はつきものなんだよ。ってことで琴音さん、掃除と洗濯を教えてあげる。今日終わったらうちにおいでよ。え、いいんですか？当たり前でしょ。私たちはこの料理教室の先輩なんだから。頼って。ありがとうございます。本当にこの料理教室の皆さんは優しい。この人たちのおかげでお母さんからのストレスも緩和されてる。こうして料理は正宗先生、掃除は綾音さん、洗濯はひまりさんに教えてもらい、少しずつそれらで怒られることは減っていったが。琴音さん、また何かできてませんでしたか？掃除でしたか？それとも洗濯？どれでもないわよ。家事ばっかりやってないで外にも出なさい。え？じゃないわよ。社交的じゃないとダメなの。近所付き合いとかいろいろあるでしょ。家事だけやって満足してんじゃないわよ。ほら、さっさと行ってきなさい。はい。こんな風に一つできるようになれば、また違うところを見つけて責められる毎日。結局お母さんは私が嫌いでこんなことを言ってるだけだから、一生言われ続けるんだろうな。いや、一生ではないのか。そんな日々が続いていたある日のこと。琴音さん。何ですか？私また何かしてしまいましたか？今度は何を言われるんだろう。今日はちゃんと全部できてると思ったのにな。違うわ。今病院から連絡があったの。涼太ちゃんの容態が急変したそうよ。え、涼太さんが？すぐに病院へ向かいましょう。あ、はい。はあ、涼太。涼太ちゃん。琴音、母さん、来てくれたんだな。そろそろみたいだ。そんなこと言わないでよ、涼太。琴音、本当にありがとう。こんな俺と結婚してくれて。俺の分も幸せになってくれよ、琴音。涼太。母さん、いろいろありがとうな。きっと母さんのことだ。俺のいなくなった後のことも考えてくれてんだろ。母さんの息子で。涼太ちゃん。涼太、起きてよ。涼太。この日、涼太は天国へと旅立った。去年28歳。早すぎるお別れだ。それじゃあ、今までありがとうございました、お母さん。ええ。そして私は涼太が天国へ旅立ったことで義実家を出ることに。結局ほとんど3人で暮らすことはできなかった。やっとお母さんから解放されるけど、涼太がいないこの世界で生き続ける意味があるだろうか。それから私は食事も取らず毎日引きこもっていた。このまま涼太の元へ行くのもいいかもしれないな。あいつ全く来なくなっちまったな。うん、心配だよね。旦那さんが亡くなって少し経つし、ちょっと様子見に行かない？そうだな、行くか。涼太。
電源切っちゃおう。ちょっと、いるのはわかってるのよ。琴音さん、出てきなさい。この声は、お母さん？早く、早く出てきなさい。すぐに出てきなさい。一体、どうしたって言うんだろう。亮太がいなくなった今、私とお母さんは赤の他人なのに。はい。これ。何ですかこれ。見てわかるでしょ。生ゴミのお裾分けよ。え？ひどい。亮太を失って憔悴してる私に、こんな追い打ち。本当に、お母さんは私のことが嫌いなんだな。何あれ、ちょっとひどすぎない？許せない。話は聞いてたけど、あんなにひどい人だったなんて。私、文句言ってくる。私も。いや、ちょっと待て。え？どうして？あれから何も食べてないんでしょ？近所の人に聞いたわよ。この生ゴミでも食べてなさい。ほら。これ。ありがとうございます。なんで感謝してるの？生ゴミを渡されてるのに。ありゃ生ゴミじゃねえよ。ゼリーだ。ゼリー？どうして？これ、亮太さんが私が風邪の時によく作ってくれてたやつですよね。元はといえば、私が亮太ちゃんが風邪の時に作ってたのよ。それをあの子が真似しただけ。そうなんですか。とりあえずその生ゴミを。というか、もうこんな喋り方しなくていいわね。え？天国の亮太ちゃんも、あなたがそんな調子だと心配するわ。早く食べて。大量にあるから遠慮しないで。それに、亮太ちゃんは、あなたがこんな風になって天国に来るのは望んでない。いただきます。あ、おいしい。この味だ。琴音さん、いいのよ。たくさん泣きなさい。1時間後。ごめんなさい。やっと落ち着いたみたいね。でも、どうして？お母さんは私のこと嫌いだったはずじゃ。嫌いなわけないでしょ。近所の人にあなたが全く家から出てこないって聞いて心配して飛んできたくらいなんだから。大好きな息子が愛した人を嫌いになるわけないわ。でも今まで厳しくしてたのはね、亮太ちゃんがいなくなってもあなたが一人で生きられるように。あなたには本当に悪いことをしたわ。結婚してすぐに旦那と死別するなんて。戸籍上バツイチになって再婚するにはデメリットでしょ。まだ若いし再婚はできるとは思うけど、その時家事ができなかったら姑にいびられるかもしれないでしょ。でもここまでできればきっと大丈夫。あなたはもう誰も文句のつけようがないくらい家事ができるもの。お母さん。それに万が一このまま一人の場合、一人でも生きられるようにとも考えて、いろんな技術をあなたに身につけさせたかったのよ。それくらいしか私があなたにできることはないから。亮太ちゃんと結婚してくれたせめてもの恩返しよ。例えば料理の腕前はもうプロ並み。どのレストランでも働けると思うわ。そんなこと考えてくれてたんですか？でも、そういえば亮太さんも天国に行く前にそんなことを言ってた。亮太ちゃんが死ぬ前に、義実家からあなたが出る前にどうにかしたかったの。だから時間がなかったこともあって指導がきつくなっちゃったのよね。それは本当にごめんなさい。でもあなたの料理教室の皆さんのおかげもあってなんとか間に合ったわ。そういえばそうだ、お母さんはただ怒るだけじゃなく、もっとこうした方がいいって具体的なアドバイスをくれていた。それは全部私が一人でも生きられるように、そう考えてくれていたのか。亮太が言っていたように、お母さん優しい人だったんだ。全部私のために。ごめんなさい、私ずっとお母さんのこと誤解してました。何言ってるのよ。
私が誤解させるような言い方をしてたんだから謝ることなんてないの。琴音さん、私も涼太ちゃんもあなたが幸せになることを願ってるわ。だから絶対幸せになってよね。困ったことがあったら私のことを頼りなさい。涼太ちゃんがいなくなっても私はあなたのことを娘だと思ってるから。はいはい。そういうことだったんだね。ただ不器用なやつだったんだな。あいつがいりゃ琴音は心配ねえや。おい、てめえら帰ろうぜ。感動したらゼリー食べたくなっちゃった。バサブデくん、ゼリー作って。なんだそりゃ、ただゼリーが食べたいだけじゃねえか。食いたいなら市販の。手作りがいい。お前な、わかったよ、作ってやるよ。やったー。私もいただこうかな。そして私はお母さんのゼリーを食べて食欲を取り戻し、涼太の分も生きようと思うことができた。お母さんがそこまで考えてくれていたんだ。ちゃんと生きないと申し訳ないよね。そして数年後、いらっしゃいませ。あ、正宗先生、あやねさん、ひまりさん。おお、繁盛してるみたいじゃねえか。おかげさまで。元気そうだね。はい、元気もりもりです。とりあえず生で。何昼間から飲もうとしてんのよ。だってここの料理おいしいからお酒飲みたくなるんだもん。このあと幼稚園の迎えがあるだろうが。正宗くんが3人とも迎えに行ってよ。お前な、ノンアルで我慢しなさい。サービスしてあげるから。まったく、あんたって子はよかったわよ。琴音さんがこんなんじゃなくて。うわー、ひどい。こんなんってひどいでしょ。お母さんとも仲良くやれてるようじゃねえか。そうなんです、とっても仲良しですもんね、お母さん。ちょっと近いわよ琴音さん。あ、写真撮っちゃおっと。やめなさい、あやねさん。あやねさん、撮ってください。はい、チーズ。あれから私はお母さんと一緒にお店を開いたんだ。お母さんと一緒にいることで涼太さんを失った悲しみを乗り越えることができた。お母さんも酔った時にあなたがいたから私も涼太ちゃんの死を乗り越えることができたって言ってくれた。天国にいる涼太さんに心配かけないよう、これからもお母さんと明るく楽しい毎日を過ごしていきたいと思う。